東北大学の研究第一、広報室の高橋よしこです。サイエンスライターの口町和香です。東北大学からついにポッドキャストの配信が始まります。研究や開発が急速に進む中、最近ホットなの話題について研究者はどう考えているのでしょうか。この番組では学術が大好きな広報担当が研究第一を理念とする東北大学の研究者に広報活動キャラクターの健一とともに伺います。各研究者のお話の最後には健一からの質問コーナーもあります。本番組は Apple Podcast、Spotify、Amazon Music、YouTube で視聴できます。専門性に裏打ちされたなかなか聞くことのできないトークをぜひお楽しみください。